はい、皆さんこんにちは、森田です。今日はドレスドオムライスを作ります。ですね、まあ作り方的な話は別にいいですね。画像見てもらえばわかると思うし、本当になんかオムライス作りてえと思う人は、ちゃんとした人の、YouTube 見てください。はい。まあ、そういうわけで、私がこだわっている部分、これはこのオムライスに限らずなんですけど、やっぱり温度管理っていうところなんですよね。どうしてもやっぱり冷めてしまった料理であるとか、思わぬところで、冷たいものが出てきたりとか、そういうのっていうのはすごく嫌なんですよね。で、そういうわけでまず気にしてるのは、オムライスの場合、チキンライスが冷めてしまわないようにするということ、それから、ケチャップですね。ケチャップ、上にかける方のケチャップソース。それが、それもちゃんと温めたものをかけるっていうこと。それぐらいですよね。大切なのは。味とかね、材料っていうのはやっぱりね、私二の次なんですよ。そんなに違いのわかる人間じゃないんで、いっぱい食べれればそれで、いいやというような感じです。そういうことをしながら、もうだいぶ作業進んでますね。もう火ついちゃってますね。こっからが勝負みたいな感じでしょうか。一応なんか、野菜とお肉は、まず別々で、調理スタートしてますね。これなんでかな？なんかそうした方がうまくいくみたいな感じ？後で混ぜるんですけれども、火の通り方みたいなのっていうのは個別にコントロールできるじゃないですか。で、特にやっぱり野菜って火を通しすぎたくはないんですよ。お肉は割と中まで火を通ってる方が好きなんですけれども、野菜についてはやっぱり生っぽい食感が残ってる方が好きなんですよね。こんな感じで別々に最初は調理していっています。入れ替えたでしょ。フライパンのとガスコンロ入れ替えたでしょ。あれはね、左側のコンロが、高温なんです。高火力バーナーなんです。いい感じで、ほら、なんか炎も上がったりして、そういうことができるわけですね。はい、混ぜますよ。はい、混ぜました。入れました。はい、ここで合流します。で、ケチャップを入れると見せかけて、ちょっと気が変わりまして。手前側にスペースを空けて、そこにケチャップを入れていきます。ちょっと少なめですね。どうせ後から上からかけちゃう、方のケチャップもあるんで、
具材と、まあ、最終的にこれライスも一緒に味付けするんですけれども、そっちの方はそれほど濃いめの味付けはしてないです。でまずこれで、ケチャップの酸味を少し飛ばしまして、具材の方に味を入れていって、いい感じですね。いい感じに炒まってきましたね。はい。で、中央に、ご飯を入れるスペースを開けておきます。今は弱火かな。はい。パックのご飯、レンチンしたパックのご飯をこう入れまして、と。こうやって崩しながらまた混ぜていきます。火も中火に戻してますね。ちょっとここからだと見えないんですけど、でこれでご飯と、具材を混ぜながら、チキンライスとして完成させていくわけです。もうちょっとかな。卵なんですけれども、今回は2個にしてみました。で、結果的に3個が良かったかなと思います。今思うとね。で、お塩は、ちょっとだけ。あとお砂糖を小さじ3分の1ぐらいかな。でこれで、はい、混ぜ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 して溶き卵にします。です。はい。で、はい、チキンライスは丼に入れてるんです、詰めてるんですけれども、この丼ももちろん温めてますよ。ちゃんとお湯で温めた状態ですね。でこの上から今かぶせたお皿、これももちろんお湯で温めて、冷たくないようにしています。はい。じゃあちょっと一回開けましょうか。あー、いい感じですね。はい。じゃあ次はオムレツの方をやっていきます。フライパンは20センチのものですね。我が家の、まあ、卵料理用フライパンということになってます。で、バターは30グラム。で、いい感じで溶けてきまして、温まったところで、ドワッと入れますよ。で、ここからドレスドオムライスどうすんねんという話で、よいしょ、はい、まず
ハンドルを位置を決めてからこうやってお箸でつまんでフライパンの方をくるくる回しますね。はい、じゃあそれでこのくるくるオムレツを上にかぶせて、はい、温めたケチャップ、少しタバスコを入れてます。私辛いの好きなんで。まあ今回はこんな感じで、フレンチみたいにね、お皿にこうやって飾るように置いていきます。はい、じゃあ最後の仕上げにちょっと残念な感じだね。うん、まあいいか。じゃあ今日はこの辺で。またねー。